それではじゃあパソコンでの出品方法をお伝えしていきます。まずですね、この商品一括登録っていうところを押してもらって、で次に出品テンプレートっていうのはまず押してもらうと、こういうのがファイルがダウンロードされます。それがまあこれですね、これで、これを、まあ、回答する。回答って意味わかりますか？まあ、ダブルクリックするとね、こうやって出てくるんで、これが item.csv、プロダクトテンプレートっていうのが出てきます。この2つのファイルがね。これちょっと今 Windows なんで、CSV がうまく文字化けしちゃうから表示されないですけど、ちょっと違うやつに組み替えますけど、これね、これ Mac 用です。もう同じことですね。2個ファイルが出てくるんですよ。これは、まあ、Mac 用なんで、本来はこういう、本来はこっちですね。ダウンロードすると声が出てくる。これ今回は Mac 用で説明するので、これですけど、まあ、同じです。で、この、プロダクトテンプレートって方を開くと、こうなってるんです。要はここからカテゴリーとか、まあ、ブランドは基本的に使わないんでいいんですけど、商品の状態とかサイズとかいつも手動でやるやつをここで選ぶようになる感じですね。で、今のはこっちの下のプロダクトテンプレートっていう方ですね。こっちのアイテムドットっていう方を選択すると、このファイル、2つのファイルを使っていくんですけど、この、item.、Windows であれば item.csv になってるはずなんですけど、ここの商品名、商品説明、カテゴリー、サイズ、ブランド、これ全部埋めていくっていうだけですね。まあ、要はね。いつもスマホでやってるやつをパソコンのこの Excel でやるっていうお話です。で実際に、今出品していった方が早いんで、出品していっちゃいますね。はい、これがありますね。でまず商品選びます。これはもうそのままにしておきしてたんですね。でまずは何でもいいんで、これちょっとどっかにあります、これログイン入れてもらっていいですか。ログイン ID とパスワード合ってます。
まあ、とりあえず僕のアカウントでやりますね。はい。そしたらいいですかね。そしたらまず適当に商品選んじゃいますけど、これでいいかな。カーディガン、まあ、レースだから、レースじゃないか、レースじゃないけどいいですか、とりあえずね。これめっちゃ売り切れてるから、いいめっちゃ売り切れてるから、これでいいじゃないですか。これいいっすね。じゃあこれやります。これ商品のまず画像選びですね。保存してきます。はい、4つ保存しました。3つか、まだ。はい、3つ保存しましたね、これ。できましたと。で、次は、いつも通り、タイトルですね。タイトルを決めるんですけども、ここで文字数カウンターの登場です。あの、文字数カウンター、ない方は、新しくシート、サイト内のシートをもう一回ダウンロード、シート内からダウンロードしていただくと更新されてますので、よろしくお願いします。ということで、新作は残したまま、例えばですけど、まあ、レースシャツ。でこれ、勝手に計算してくれるようになってるんで、ここはね。これ Excel だと計算してくれないから、ここで計算しないとオーバーしちゃったらインストールできないので、ね、コーディガンって間違ってませんか、これカーディガンですよね、ショップが間違えてるぞ。まあ、この辺は適当にね、自分なりにやってもらう。それでこうやってできましたと。で、そしたら次は説明文ですね。説明文。これしかない。フリーサイズだからあんまりないんだね。はい、これをコピーして、商品説明のこの子を入れ替えますと。で、出品条件を変えないといけないから、出品条件は3営業日内に納品します。だから何ですかね。はい、これでできました、いつも通り。そしたらまずこれをコピーしますね。そしていつも通り商品管理の方にまずは入れますよね。商品管理入れて、ページね、ページの URL を入れると、はい、いつも通りですね。で、文字数カウンターここからタイトル取って、こっちのここに入れますと。ここに入りました、ね、で次商品説明で、これ
全部選択してコピーして、ここに貼り付けますと。できました。でカテゴリーはカーディガン、コーディガンって言うんですか、こういうのって。違いますよね。違う、コーディガンでいいんですよ。カーディガンは、ありましたね。ちなみにこの検索の仕方は、Windows であれば Ctrl F、Mac であれば Command F で、Excel 内検索ができます。これ結構数あるから、いちいち探すの大変なんで、キーワードが分かったらこれを使いましょう。で、これ129番ですね、カーディガン。129番から129で入れました。次、サイズ。その他に入ってます。サイズは、これは、フリーサイズか。フリーサイズですね。フリーサイズなので、7番。7番ですね。7番です。で、ブランドはいつもない。で、これ注意してほしいのが、ない場合は0とか入れなくていいんで、空白でいいです。商品の状態は、新品未使用だから1番あとですね。これ商品画像ですね。次は商品画像はトップ画から商品、この商品の名前ですね。名前をコピーする。ここでダブル右クリックを押すと、大体こうやって名前を変更とか出るんで、名前を変更、ちょっとこう名前編集できるようになるんで、そしたらこれを全部選択してコピーで、ここに貼ると、もともとないですからね、本来。そしたら次はこれ、名前を編集でコピーして入れる。名前編集で全部選択してコピーで入れる。名前の変更で全部選択してコピーで入れる。はい、これで画像1234が終わりましたと。次、そう、配送料の負担。基本的には送料込みですね。なので2番入れると。配送方法は未定で OK なので1番。発送の地域でどこでしたっけ？でさ、発送の地域は？あ、埼玉。埼玉。11番。あと1番。はい。で、発送までの、これは日付ですね。2、3日発送、3日以内の納品だったんでね、さっきのところは。2番ですね。2番。で、商品価格、在庫数、仕入れ価格、送料ってなってるんで、これは、商品価格は、普段はスマホでメルカリに出すときは、10% メルカリが勝手に計算してくれてるじゃないですか。でここは計算してくれないんで、ここで、こっちの販売価格自動計算表を使います。でこれ仕入れ値が、この商品は1100円ですね。1100円、あ、これが1100円、仕入れ値が1100円。あとこれ自動で計算してくれるやつですけど、基本的に利益1000円取るじゃないですか。ただ次、送料ですね。送料、これは648かね、を648に変えると、はい、そうすると合計値が出て、それの 10% かけた価格がここに出ます。これを入力すれば OK ですね。3023
商品価格ですね。3023出ますと。在庫数は僕らは基本的に無在庫なんで99ぐらいにしておいて OK ですと。シルクハンクは1100円でしたね。1100円。で、送料が648円。648円。で、これで完成ですね。で、このファイルが完成しましたら、次は、これをセーブします。英語だからわかんないと思いますけど、名前をつけて保存っていうのがあるんですけど、名前をつけて保存。そうするとこうなっています。で、今 Mac なんで Excel になってますけども、本来はこれ CSV です。うん、Mac の方は Excel になってるんで、これを CSV ファイルにして書き出す。CSV、.csv。っていうのがありますんでね。CSV になりましたね。Mac の人はもともとこれ CSV を編集してるので、普通に名前をつけて保存すれば定期なはずです。こんないちいちこういうことしなくても。で、これでセーブをすると。そしたら今の .csv のファイルが、どこ行った?今できたのがこの item.csv というファイルですね。そしたらこの csv ファイルを裸のまま全部選択をして右クリックをしてこう圧縮っていうのがあるんで圧縮します。で、それで今出てきたのはこのアーカイブ .zip ってやつが出てきましたね。で、こいつで完成です。で、こいつをツールに入れると。ですね。こいつをここに入れる。で、全部入れ替えるだと、もうで今やってるやつもなくなっちゃって、全部今の一つになっちゃうんで、まあ、追加するですね、この場合はね。で、アップロード。成功しました。で、出品管理の商品出品設定の方に出てきました。これですね、まだやってね。これで出品完了となります。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。何か質問ありますか?はい、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、それは自分の、なんていうかな、やりやすい方っていう感じになっちゃうんですけど、結局この CSV ファイルっていうのは、今、これになってるじゃないですか。なので、ファイルが管理
できなそうであれば毎回入れ替えた方がいいと思いますけど、ずっと置いとき悲しいですか、今やった、うん、はい、これ、はい、整理したいのであれば、はい、フォルダ作って入れとけばこうやって、うん、OK ですよ。で今作ったやつはこれじゃないですか。これ今入れたんですけど、はい、じゃあ追加したいってなったらこのアイテム CSV をクリックして、はい、これなんじゃないですか。前回やったままになってるはずなんで、はい、セーブしとけばね。でこれでまた新しい商品をこの下に追加して、追加してってやって、でまた同じようにこのファイルをセーブ保存して、でまたこうやってやってジップして、でこれ消してジップファイル全部やって、また圧縮して、で全部入れ替えるってやれば全部入れ替わる。多分それ全部入れ替えの方がいいんじゃないですかね。まあでも本当に用途によるんでどっちがいいとかじゃないんですけど、あとはその基本的なパターンとしては、その自動出品をさせてるやつと出品した商品にずっと残すやつを分けるっていう作戦もあるんで、全部入れ替えだとちょっと不便なことも結構多いんですよね。要はこのいっぱいやってる中で、あの出品中には残しておきたいけど、出品されてる状態にはで放置しておきたいけど、自動でぐるぐる回すところには入れたくないっていうパターンであれば、これを再出品しない、削除しないってやっておけば、こいつはこの自動出品のぐるぐるの一群には入らないけども、出品中のところには出てるっていう状態になるんですよ。だから全部入れ替えを毎回それやっちゃうと、そういうふうにちゃんと設定していたものもまた全部リセットされちゃうから、で結局追加追加でやったとしても、ここにもう全て表示された商品っていうのは、この商品一括登録のところの登録商品データってところを押すと、今出品されているもの全部同じような感じでエクスポートできるんで、こうやってそうすると、これは今自分が作ってるような感じのパターンでこうやって吐き出されるんで、全部今セットしてるやつが、でこれを改造すれば出品されている商品に関しては全部、セットされている商品に関しては全部こう抜き出せるんで、逆に。まあ、追加が無難かもしれないですね、結論。じゃあとりあえずこんな感じで一旦クリック。